岡崎城岡崎藩は三河国を領有した藩。藩長は岡崎城に置かれた。岡崎城は徳川家康生誕の地であり、三河における徳川市の最重要拠点であった。小田原政伐後、家康が関八州に違法されると、豊臣市の家臣田中義政が十万国で入った。慶長五年の関ヶ原の戦いで義政は東軍に、 組みして、武功を挙げたことから、筑後国柳川藩32万5千国へ、家造違法された。慶長6年2月に、徳川市府代の重臣、本田康重が、上野国白井藩より5万国で入った。これが、岡崎藩の立藩である。康重は、家康の信任が厚く、3万国家造の5万国で、藩主となっている。慶長9年に検知を実施し、 東海道の整備、城下町の建設などに尽力したが、岡崎は立地条件が悪く、岡崎の27曲りと呼ばれて細長い城下町になったという。第三代藩主、本田忠タ時代の寛永11年、5000国の仮像を受ける。昇法2年6月27日、第四代藩主、本田ダ長は、東都海国横須賀藩5万国へ違法された。 その直後の7月14日に、三河吉田藩から水野忠義が五万国で入った。忠義は、新田五千国を、弟の水野忠久に分与している。藩政では、慶安二年の建築をはじめ、新田開発、支配機構の整備などが行われた。しかし、第二代藩主、水野忠春が総社番、自社奉行に任じられ、第四代藩主、水野忠行は、 老中として、強法の改革に参与した。このように、歴代藩主が、幕閣に入ったことから出費が、激しく、さらに領内での天載も、相次ぎ、犯罪性は悪化した。このため、第六代藩主、水野忠志達は、財政再建を目指して保守的な過労を隠居させ、反省改革を行うが、保守派画労の妨害にあって、改革は失敗し、失意に落ちた。 中達は保守派画廊によって押し込められ、隠居させられる。第七代藩主、水野忠人は、法歴12年9月30日に、非全国唐津藩6万国へ違法された。代わって、下古賀藩より、松平幸福が5万4千国で入る。幸福は、幕閣として幕政に参与していたことから、藩政の知識は、ほとんどない。 明は6年11月18日、岩見国浜田藩へ違法された。それと入れ替わる形で、本田忠氏だ宿が5万国で入る。こうして、藩主家は定着した。本田平八郎家の統治時代は、犯罪性難に悩まされた時代である。本田平八郎家は、本田忠勝以来の名門であったが、相次ぐ違法と国高に比べての家臣の多さから、財政は急防していた。 第二代藩主、本田忠則は、中根正し姿を過労に登用し、さらに、服部平兵平米も登用して、財政再建を目指した。さらに、江戸商人、三谷喜三郎の協力を得て、緊縮財政政策を実施し、財政改革は一時的な成功を収めた。また、矢作川沿いの農村で面作が、盛んに行われ、三河木綿が生産されるようになった。 しかし天保期には、基金が続いて、一期も起こり、財政急防が、再びひどくなった。第五代藩主、本田忠元は再び財政改革を行い、農村有力者と協力して、再建に当たった。一方で忠元は、京都諸次第、老中として、幕末の幕政に参与し、後部合体に尽力した。しかしこのため、藩内では、砂漠派と尊皇派で争い、 脱藩者も出る騒動が起こった。第六代藩主、本田忠直時代の明治2年に、藩籍奉還が行われて、岡崎藩知事に任じられ、明治4年の廃藩地検で廃藩となった。岡崎藩の歴代藩主はすべて不大大名であり、徳川氏より信任が厚く、もしくは縁も深い人物が多かった。不大五万国五万五千国。 本田康重本田康則本田忠本俊本田俊長、不代五万国六万国、水野忠義水野忠春、創者版、自社武行、水野忠光、水野忠行、創者版、若年寄、京都書士代、老中、水野忠て水野忠志新水野忠志任不代五万四百国、松平幸福、創者版、自社武行、大阪城代、西の丸老中、老中、 不代五万国、本田忠し宿本田忠則本田忠明本田忠志功、本田忠元、総社版、自社武行、京都書子代、老中、本田忠名を実際、入部後の唐津では増税と新税に反対する、百姓一揆がたびたび起き、死者も出している。ありがとうございます。